走りに全振りしたトールワゴン、車メーカー今回はスバルプレオ RS、スズキワゴン R やダイハツムーブなどトールワゴン系の軽自動車が大人気だった時代、98年に軽自動車が新規格になったタイミングでスバルのトールワゴンプレオがデビュー。ところがスズキやダイハツとはベクトルが幾分異なっていた。搭載エンジンは全グレード直列4気筒、自然吸気やスーパーチャージャー、SOHC や DOHC など複数のモデルが用意された。その最上級モデルが RS、4気筒 DOHC スーパーチャージャーを搭載。アクセルレスポンスが良く低回転域からトルクがある。FF モデルはホイールスピンするほどだったとか、パワーだけではなくそれを操る足回りもこだわりが強い。四輪独立喧嘩サスペンションを採用し高い乗り心地を実現。ブレーキは四輪ディスクブレーキでトールワゴンの車重をしっかり制御。ワゴン R やムーブの上級グレードにもターボがついたスポーティーなモデルはありました。でもそれはあくまで街乗りをスイスイ走るための実用的なもの。ところがプレオ RS は走りにこだわりすぎて廃屋仕様だったり、 CVT モデルは世界初の7速マニュアルモードを備えたりとトールワゴンの目的を完全に見失っているようで、そんなところがもう最高にスバル。